ここはやはりディフェンス、電車の小野寺、このディフェンスです、はい、ここもしつこくいくと思いますよ。あ、まだついていく、いいディフェンス、プレッシャーかけてますね。そうですね、小野寺からコース、ジャメロンズ、速いパスが通ったサイトのところ狙われてボール千葉です。まあ、ここで小野寺選手をね、出すっていった意図はやはりこうハードワークするっていったところですよね、はいはい、琉球はなかなか高得点つなげられていません。小坂部自ら行く、第1クォーター残り30秒、西山がボール運びます。信州のポジション、ここに小野寺つきます。小野寺、早速小野寺選手のディフェンスが来ましたね。ターンオーバーから波ごとリバウンド、クーリー、クーリー粘る、また行く、リバウンド小野寺、いやエナジー見せます小野寺、ね、はい、非常に素晴らしいですね。ここで、まあ、自分たちの今日のゲームへの意気込みを見せるというのが、はいね、はい、大事なポイントかもしれません。さあ西山、あ、ここも激しくいきます。この40秒間で小野寺選手の存在感が発揮されてますよね。すごいですね、はい、小野寺選手悪くないですよ、はいはい、して並里、あ、このパスは間に合いません。いや今ね、会場から拍手が湧いてるんですけどもね、はい、オフィシャルタイムアウト明け、いや小野寺のディフェンス、あ、ファールということに、ファールですかという感じですが、チーム同士でなだめます、落ち着けと、はい、落ち着きましたね。さあ琉球は、ね、この残り時間も少ないですから、やはりこういった深い位置から積極的に当たっていきます。ここはやはりディフェンス、電車の小野寺、このディフェンスです。ディフェンスに会場からのこの拍手が起きます。斉、はい、藤選手に小野寺選手ついてるんですけど、はい、この小野寺選手のディフェンスというのも非常にこういいディフェンスするんですよね、はい、琉球はこの小野寺が入って34番のこの選手です、はい、ここもしつこくいくと思いますよ。あ、まだついていく、バーレル空いた、かわして狙っていきますが、いや名古屋いい動きを見せました。坂ニュービル、いいディフェンス、プレッシャーかけてますね。そうですね、この小野寺、ここから打っていきますが、これは短い、スタッツ与えてきますが、富樫選手、足を多分使わせさせようという考え、ちょっと感じましたね、はい、しつこくスクリーン、スクリーンに行って、少しでも富樫選手を消耗させようという意図はあったかもしれないです。富樫のこのプレー、押し込む、残そうとしましたが、ボールは千葉です。さて、ここから早く行く、富樫、富樫、スピード乗って止めた、小野寺。うんと、それもまた取り返す、そしてエドワーズに対してのファウル。ただディフェンス、これ小野寺翔太いいんじゃないですか。いやよかったですね、今富樫選手がこのドリブルつき出した瞬間ですよね、はい、キングスガード陣がギュッと富樫選手に寄ってきましたね、うん、後ろから通す、ジャメロンズ、速いパスが通ったサイトのところ狙われてボール千葉です。すごいパスがインサイドに通っていきましたけれども、ここはうまくこの後ですよね、はい、ほぼパスコースないように見えましたけどね、よく小野寺も手を出していきました。時間使わせます。琉球藤井に小野寺、ここは小野寺のファールになります。ファール、ボール残していきました。残した、これはねファーストボールで持っていきたいんですけどね、藤井がよく頑張りました。大きい、あ、ちょっと時間かかった。小野寺も戻ってきています。あ、ここもターンオーバー、エヴァンス落ち着いて、今村スリー、リバウンド小野寺、マックヘンリーミスマッチをついて勝負に行きます。ティリがヘルプに行ってリバウンド、小野寺、まもなく5秒、三原、ここはもう打たされる形になります。小野寺、落ちました。岸本ロングスリー、これリング、もう一度拾ってプッシュ、あーっと弾かれましたが、その前ファールですね。あ、その後前か、上が鳴っています。この小野寺に対してファールですね、今ね。
ロングリバウンドよく取ってこれ狙ってるか素晴らしいですねこれね、はい、小野寺翔太です。この小野寺もらう、小野寺が行くがこの帰ったコーリピン、もう一回小野寺ねじ込んだねじ込みました。先ほどいいプレーがありましたけれどもここで点を取っています。4点目になりました小野寺翔太。いやーハート感じるワンノワンでしたね、はい。